はい、どうもこんにちは、のあゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は1999年度の東工大の入試問題です。図形の問題で範囲は数 1a ですかね。まあなんか、最小値を求める問題なので、なんか微積使いそうな気がすると思うんですけれども、まあうまくやれば、その数 1a で型がつきます。まあ、昔1999年代の入試問題としても数 1a ですかね。はい、というわけで、考えていきたいと思います。3辺の長さが 1a である三角形の面積を周上の2点を結ぶ線分で2等分するというわけですね。で、それらの線分の長さの最小値を a で表せという問題です。はい、三角形ができる条件をまず考えなきゃいけないんですけど、もちろんこれ、三角形ができる条件っていうのは一番長い辺が、まあ、分かっている場合には簡単なんですけど、分かんないので、この条件使いましょう。1+1、それから 1-1 の絶対値ですね。そうするとこれ0になりますね、これね。ということは0から2っていうことが出てきます。つまり A が0から2までの範囲でしか三角形が作れないっていうことになりますね。で、まあ1番と2番の形が出てくるっていうのはなんとなく、まあ、考えればわかると思うんですけど、まあ、極端にその A が2に近い場合は潰れた形の三角形になるわけですね。で、その時に、A から垂線を下ろした AM の長さが最小になる、まあ、面積2等分の最小になる線分になるって勘違いしてしまう人が結構いるんじゃないかなと思うんですよ。これはね、A が2に近ければ近いほど、そうでないかっていうふうに思ってしまいがちですよね。まあ、それが結構落とし穴で、実はその、まあ極端な例を考えるっていうのは手法としてはあるんですけれども、その A が2に近ければ近いほど潰れた形になって AM が最短な線分に見えそうですよね。それでも PQ に横にこう線引いた方が、短くなるような PQ っていうのは存在するんですよ。で、それをまあ、ちゃんと式で導けるかどうかっていうことと、まあ、あるいは知識で知ってるかどうかで決まるかなと思います。ちょっと一旦外れてですね、こっちの左側ではなくて右側の方のこの図形を見てください。面積が、まあ、OPQ っていうのがありますね。で、 P と Q っていう長さは変動します。で、 θ の角は一定で、 S も一定、つまり面積が一定で、三角形の形状は変わると。 PQ の形状は変わる、 O は変わらないけれども PQ の長さが変わるので、OPQ の三角形は変わる。ただし、その S は一定、面積は一定という条件のもとで、 PQ の最小値を与えるその PQ はどこかという問題を考えたときに、これ、まあ簡単に解けるんですけどね、こういうのを解いたことがあるかどうかということと覚えてるかどうかって結構、この問題に左右されるかなと思います。まず S イコール2分の 1PQ サインシータですよね。で、サインシータの値一定で、これ一定なので、つまりこれどういうことかっていうと PQ が一定ってことになります。 P と Q の掛け算したものが一定になるわけですよね。で、じゃあ PQ の2乗を計算すると、 PQ の2乗は余弦定理によって、P の2乗足す Q の2乗をマイナス2PQ のコサインシータになるわけです。で、この値って、相加相乗平均の関係によって2ルート P の2乗、Q の2乗になって2PQ になりますよね。で、マイナス2PQ のコサインシータになって、コサインシータの値は一定。それで、PQ も一定なんですよね。ってことは、この値って一定値なんですよ。ってことはどういうことを示してるかっていうと、ここの統合が成立するとき、つまり相加相乗平均の関係が、これが統合が成立するときが、
PQ が最小になって最小値はこれのルート取ったものです。いいですか。で、まあルート取ったものが最小値になるってことが重要というよりも、むしろ、P イコール Q の時が最小だっていうのがポイントですね。つまり統合成立する場合は相加相乗平均が、統合成立する場合なので P イコール Q の時なわけです。つまりこの長さが、一致する時なんですよ。この長さが、二等辺三角形になる時なんですね。こんな風にこことここが一致する時、長さが同じ時の P' とこの Q'、これが、この長さを最小にするんですよ。まあそういうのを知ってるとこの問題は圧倒的に有利ですね。というわけで、この1番の形にちょっと戻った時にね、 AM はこの最小値にはなりえないってことです。なんでかっていうと AM って BM と AM のこの長さって等しくないじゃないですか。 AB と BM って長さ同じではないですよね。こことここは同じではないですよね。同じではないので、つまり、二等辺三角形になるようなこの P と Q、 これちょっと3本線にした方がいいな、ここね、この長さが同じになるような P と Q が最小ってことです。だって面積は一定なんですから。三角形 ABC の面積、三角形 ABC の形状が決まってたらその面積の半分の面積ということなので、その面積が決まってるわけでしょ。そうすると、PQ の長さっていうのは、その B からの長さが一定、二等辺になる、一致するような長さになってる時が、最小になるわけです。そういう面積が最小、その、半分になる PQ の長さっていうのが必ず存在するってことです。いいですか？まあ、それを知っているとこの問題は簡単に解けるかなと思います。だから、1番として、まあ、この問題をそのまま踏襲すればいいんですけど、まず1番ですね。1番と2番の境目はちょっと置いといて、まず1番の形で、PQ が最小になる時を考えましょう。 P は AB 上にあるというふうに仮定して一般性を失われません。Q は AC にある場合と BC にある場合の2パターンあります。で、今は BC にある場合を考えているというわけですね。それを1番としましょう。で、三角形 BPAQ ですね、この面積は、2分の1PQ サインシータなので、2分の1、2分の1、2分の A、2分の A サインシータですね。ということで PQ イコール、2分の A というのが分かります。で、有限定理によってコサインシータイコール、2かける1かける A 分の、1の2乗足す A の2乗マイナス1の2乗ですね。で、これで2分の A というのが出てきます。というわけで、PQ の2乗を有限定理で、計算すると、まあここもいきなり使っちゃっていいかなと思うんです。同じ式なのでね、 P の2乗足す Q の2乗を計算して、やると 2かける2分の A ですね、かける1マイナス2分の A ですね。ということで、ここ約分されて A マイナス2分の A の2乗っていうのが出てきます。というわけで PQ は、ルート A マイナス2分の A の2乗というのが出てくるわけです。まずこれが、Q が BC にあるときですね。いいですか。はい、
それじゃあ2番、Q が AC にある時を考えてみましょう。Q が AC にある時も結局同じなんですよ。結局、2等分するための条件として、面積が当然半分になるわけで、ここが2等分線になるわけです。同じ長さになるしかないわけですね。それが、面積がその、面積がというかその面積が決まっている時の、PQ の長さの最小値を取る時の条件なわけです。だから、これ半分になるっていうことは、この三角形相似になるわけですけど、相似比が、1対ルート2になってないといけないですね。相似比はでかい三角形と小さい三角形で1対ルート2の時に面積比が1対2になる、なります。面積比が1対2になって、ちょうど2等分されるわけです。ということはここの長さはルート2分の a ってことですね。相似比が1対2ルート2ってことはルート2ではあってルート2分の a っていうことです。ということは PQ の長さはルート2分の a ということになるんですけど、どっちが小さいかっていうことを考えなきゃいけません。つまり1番と2番の境目が今分かってない状況なので、答えとしてはミニマムの、ルート2分の a とルート a マイナス2分の a の2乗の小さい方というふうにしとけばいいんですけど、まあこれだとちょっと不十分かなと思いますね。2乗して比べて、どっちが大きいのかっていうのを場分けして調べるっていうことまでした方がいいかなと思います。というわけでですね、ルート2分の a の2乗からルート a マイナス2分の a の2乗、これを引いて、2乗両方とも正の数なので2乗して引き算すると2分の a の2乗ですね、マイナス a プラス2分の a の2乗となって a の2乗マイナス a というのが出てきます。ということでこれが0以上になる条件っていうのは a×a マイナス1が0以上ということで、0以下かもしくは1より大きいということですよね。だから0以下の時にはもちろん関係ないのでこれは除外していいわけです。1以上の時にこっちの方が大きいってことになるわけです。いいですか。だから a が1より大きかったら こっちの方が大きいっていうことになるので最小値はこちら側ということになるわけです。というわけで最終的な答えは何かというと0から1までの時には、ルート2分の a とというわけですね。で、1以上、イコールはどっちに入れてもいいと思いますけど、この時は、ルート a 分 a マイナス2分の a の2乗というのが答えになるというわけです。これが最終的な答えになるというふうに思っていいと思います。いいですか。ここの部分ね、統合成立が p イコール q の時っていう、ちょっとね、ここ、関連あるかどうかっていうと、大いに関連があるんですけど、この証明がちゃんとできれば何の問題もないですけど、この知識があるとちょっと有利だと思いますね。過去にこういう問題を解いたことがあれば、この問題はあっさりといけると思うんですけども、でもね、場合分けがあるのでそこの部分とかですね、緻密にやっていかなきゃいけない問題だと思うんで、東工大らしい問題だと思います。数 1a でね、しかも三角比でそんなにその大げさな道具を使わなくて、難しい問題というわけで、よく練られた問題だと思いますね。はい、というわけで今回は、以上です。ご視聴ありがとうございました。
それでは失礼いたします。